隼人小林。一年戦争時にはガンタンクのパイロットとしてホワイトベース隊のモビルスーツ戦力の一翼を担って戦う。戦後も軍に残りはしたが、戦争博物館の館長という官職に回され、事実上の軟禁に近い状況だった。カラバの一員として戦いを再開することになるが、彼自身がモビルスーツに乗って戦うことはなく、超大型輸送機アウドムラの艦長として、また指揮官として活躍した。